皆さんこんばんは。おいしい競馬、今週もよろしくお願いいたします。千葉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は日曜日に行われます G2 ローズステークスを予想していきたいと思います。一緒に予想するのはお父様が調教師の鹿戸雄一さん、タレントの成瀬琴さんです。よろしくお願いします。成瀬琴です。お願いします。成瀬さんの宝塚記念の時に、はい、まあ、この番組で激推ししてたブローザホーンが勝ったりとか。そうなんですよ。結構番組で当ててくださってるっていう意味では貢献度が高い、はい、いや本当にありがとうございます。当てないって呼ばれないんじゃないかなと思って。あ、大丈夫です。あのここにあの当てない王が2人いるんで。いやそうなんです。でも今一番調子が良くて、うん、あの先週金沢競馬場に行ってたんですけど、うんうん、そこで3連単 92.9 倍が当たったところなので、その流れでちょっと今週も当たるといいなと思いながらやってきました、うん、やっぱね、競馬って本当は一回調子に乗るとずっと調子がいいみたいに言うんですけどね、うん、私たちこの間一回当てたんですけどね、なんかあれ調子落ちてましたね。まあまあまあ、はいはい、大丈夫ですよ。大丈夫です。欲しいんですけど。大丈夫です。千葉さんはどうですか、その宝塚記念で番組にこう言わないでね、こっそり当ててました。いや、そうでしたっけ。あ、ほら、すごい悪いことだけすぐ忘れるタイプですよ。だからこれ奥さんと喧嘩するんですよ。あ、元ですね、喧嘩の元ですね、それは。最近はこっそりやってないですよね。まあ、こっそりやってないですね、はい、もうこれあの番組史上 2,3 回目なんで、あの仏の顔も3度までですからね。まあまあ、はいはい、大丈夫ですよ。やりそうですね、これね、またね。隠しそうですね。怪しいですよ。ローズステークスですけれども、ローズステークスといえば秋華賞の優先出走権が得られる、まあ、いわゆるトライアルレースとなっています。千葉さん、ポイントはどんなところにありますか。そうですね、例年は阪神の1008、しかもまあ開幕週の次の週ぐらいなので、というのと、今年は中京の芝2000で行われて、なおかつ夏も使ってたコースで行われるというんで、まあ、出てくるようなメンバーの臨戦過程にはそんな差はないんですけども、今年その舞台が違うというのは意識しておきたいですね。中京で行われるということですよね、はい、成瀬さんはどうですか、このローズステークスは。私はすごく個人的なんですが、川田ジョッキーのレースのイメージが強くて、あー、まあ、アートハウスだったり、うん、リアメリアだったり、うん、まあ、それ以外にももちろん馬券にも絡んでると思うので、川田ジョッキーは買わないといけないんじゃない、そんなレースなんじゃないかなと思ってます。あ、はい、確かに、うん、というのを踏まえて枠順が決まりましたので、こちらご覧ください。まずは成瀬さんからでは、注目の馬と予想を発表していただきます。今絶好調ですからね。はい、というわけで、はい、いきます。今回は馬タンマルチにしてみました、はい、で本命はちょっと人気どころなんですが、15番のレガレイラ、うんうん、相手が1番カニキュル、2番クイーンズウォーク、3番オーロラ X、 4番チェレスタと内枠の4頭にしてみました。私ノーザンファーム天苑さんの方に、先週も取材に行かせていただいたんですけど、そこでレガレイラのお話も聞いてきて、今回は夏は天栄で調整したということで、すごく順調に今も進んでいて、いいこと聞きました、はい、やっぱり今まで戦ってきた相手を見てみると、まあ、ダービーだったり皐月賞だったり強いところのレースも出てますし、シックスペンスだったりアーバンシックにも先着してるので、やっぱメンバー的にも負けるはずないんじゃないかなと私も思うんで、今回初めての牝馬限定戦ですが、まあ硬いなと思ってここはレガレイラにしました。で万が一レガレイラが、ひっくり返った場合は、まあ、やっぱ内枠の4頭で行ってみたいなと思い、ちょっと上がり馬も何とか入れたりしてみました。はい、こちらです。さあ、ということで、まあレガレイラが推しですか、うん、ですね、はい、川田さんって言っときながら、
そうちょっと思いましたすみませんだからギクって思ったんですけどでは私はこんな感じです。で、まあ、レガレイラは先ほど成瀬さんからもあった通りです、はい、で、359を入れた理由なんですけど、まあ、まずは推しのみゆきさんが乗るっていうところでタガノエルピーダーを入れました。で ここに関してはまあ、ちょっと距離長いかなとも思うんですよね。ただ忘れなぐさ賞で1着を取っていて、でダービーが2400で16着だったってことは、まあ、2000だったらまだいけるんじゃないかなと思ったので入れました。で、オーロラ X に関しては、まあ、今まで2戦2勝でそこからちょっと空いてるっていうか、よく分かんない使い方をしてるんですよ、この子。そうですね、前走が6月そうです、ね、だから本当に半年に1回ぐらいしか走ってないんですよね。新馬戦が12月 で1勝クラスが6月だから6月からちょっとまあ前回に比べれば空いてないんですけど、でもなんかこれ陣営のなんかこう思惑を感じるというか、これ絶対に多分本当週刊誌を使いたいから今ここに出してるんだと思いますし、そのいわゆる陣営の思惑を考えるとめっちゃ強い馬なんじゃないかなと思って入れました。で、ラバンダに関しては、ね、お父さんのお父さん父がディープケットで、まあ、シルバーステートがお父さんなんですけど、今回この中京11レースのローズステークスはやっぱディープサンクが強いっていうのを千葉さんから聞いたので、実は言ってなかったんですけど上3頭は全部チチチチディープサンク、ディープインパクトのディープサンクです。で逃げ馬はあんまり来にくくって、どちらかというと2番手ぐらいについて途中でさせる馬がいいっていうのを聞いたので、まあ、その辺を全体的に選んだんですけど、ラバンダ多分人気ないんですよ全然。だけど色気はありそうな気がしてて、あの末足も悪くなさそうですし、この2000っていうあの長さも良さそうですし、まあ、もしかしていいんじゃないのと思って、ただ中京競馬場走ったことあるのかなっていうのはちょっと心配ではあるんですけど、まあいいんじゃないのと思ってこの4頭にしました。配当つくと思います。おありがとうございますでは千葉さんにはランキングでお願いします。第5位から、はい、5位ラバンダですね。今名前出ましたけどね、はい、まあ、これちょっと穴と注目っていう感じなんですよね。まあ中京はね1回あの1400で走ったことあって、その時3着だったんで、まあ、左回りも大丈夫、フローラエスで2着来てるように、まあ、距離もいいと。で、そんなに切れる、すごい切れるわけじゃないんですけど、いい位置取れるし、まあ素足もしっかりしてるというタイプで、まあなんていうかこうここ勝負感というかね、トライアル勝負感のある馬ではあるんですよね。シルバーステート、今さっき名前上がってましたけど、シルバーステートって中京2000いいんですよねすごく。中京2000がいいのか、まあなんというかね、あのシルバーステート自身がすごい穴シロバ的なところあるので、このラバンダも、まあ、走っているとだいたい穴っぽい、要は血統ではそんな人気しないんですけど、合ってるコースではきっちり走るみたいな馬が多くて、ちょっとねこう、まあ、岩田未来ジョッキーもこのコース得意としてるんで、まあ、よく勝ってますしね、そういう意味ではすごく穴トの中でものすごい盛り上がってる馬ではあるんですよね。なのでまあ穴人気するかもしれないですけども、それでもまあそこそこどうですかね、10番人気よりは上にはなるかもしれませんが、6番人気から9番人気あたりでちょうど買い頃のオッズになるんじゃないかという気がしてます。では第4位は、はい、第4位はカニキュルですね。入れてますね。入れてます、はい、カニキュル、はい、1番これね、さっきの、まあ、この後喋る馬にも言えることなんですけど、6月から明けて、ローズエス使ってきてるで、まあその陣営のねこう、まあ、コメントであったりとか、まあ、調整過程であったりすると、
やっぱ本番というのは周華賞ですね。周華賞を狙って、来てるローテーションかなという、まあ、カミキルなんかもそうですね。もともとね、6月三浦特別勝った時の内容が、まあ、かなり良くて、3番手から上がり最速の足使って、勝ってると。まあ、ここの、ね、メンバーですんなり先行できるかと言われると、ちょっとまあ微妙なところではあるんですけど、まあまあ、その成長、夏、一夏超えた成長が十分にあるんであれば、まあ、ここでもやれてもいいかなと。ちょっとやっぱ前走の内容がちょっと派手だったもので、思ったより人気してる感じなんですよね。下馬評がすごい高めの、ちょうど、まあ、関東馬も2頭しかいなくて、そのうちの1頭なので、関東票もいっぱい入りそうで、まあ、そういう意味では、うん、まあ、オッズ的にはあんまり美味しくないんですけども、まあ、成長分含めたら十分にやれそうな、気配そのものはね、すごく良くなってますね。では第3位。はい、第3位ですか、3番目って意味ではレガレイラですね。ここにレガレイラ、まあ、そうですね、そのさっき2人おっしゃったように、まあ、格的には上なんですよね。ゴーアクラシックで5、6、5着ってことは、あ、まあ牝馬限定で出てれば、まあ、距離短い桜花賞ともかくとして、この馬がオークスでどうだったかと言われると、まあ、いい勝負したら間違いない、ところです。ちょっとね、こう志高く挑んで、ボバ相手挑んで、まあ、結果は出なかったんですけども、それ自体はすごく評価したいですよね。まあ、今後また、そういうような挑戦もする馬もいるでしょうし、そういう時の、まあ、礎にはなったかなとは思います。ただレガレラこれ次ちょっと周華賞使うのかどこ使うのかちょっと分かんないんですけど、まあ、若干攻めは余裕残しですよね。まあ試合パンパンに仕上げてるって感じではないです、うん、まあ動く馬なんでやればいくらでも動くんですけど、まあ、明らかに次、あ、一番良くなるのは次だろうなっていう、うん、それでも勝てるっていうことなんですかね。それぐらいの能力だって踏んでるんであれば、まあ、それもまあ、陣営の判断としては納得できるところですし、まあそれでもここね、その要は勝負係の馬、要は周華賞出るためには3着以内に入らなきゃいけないと思って仕上げてきてる馬多いんで、まあ、そこら辺が付け入るようなところになるんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。では第2位は、はい、2位がオーロラ X おですね。おすごい、ちゃんと被ってる、いや大丈夫か、嬉しい。これオーロラ X、 先ほどのカニキルもそうですけども、6月から 1勝クラス勝った6月から開けて、2勝クラス使わずにローゼス使うっていうことは、これ要するに本番を意識してるってことなんですよね。そうですよね、ね、要は叩きに2戦目で本番に行きたいっていう、で叩き2戦目で本番に行けるって見込んでるってことになりますから、めっちゃ強気ですよね。しかもだからその他にもまあその番組、要は2勝クラス勝って抽選待ちみたいな手もなくはないんですけども、そうじゃなくてローゼス来てるってことはそれだけの自信があるってことなんですよね。これはやっぱカニキルにしてもそうですし、このオーロラ X もそうですし、でオーロラ X 杉山春厩舎で、杉山春厩舎で松山浩平っていうのコンビですよね。デアリングタクトのコンビで、どうもね、そのこうこのコンビで、ローズエースに直行で来るってことは、あ、まあ、そのこういろいろ業間から、陣営からのコメントの業間から見るに、これはまあ要は本番いけるって見込んでるんじゃないかっていうようなね、さっき思惑って話がありましたけども、要は本番で勝負になるからローズエースに、まあ、いきなり使うと。でローズエースにね、レガレイだとかクイーンズウォークが出てくるなんて早い段階から分かってたわけで、うん、それでもあえてそうしてるっていうことは、まあ、そこにある種の賞賛みたいなのがあるんじゃないかというのを、まあのまあ、純粋な意味でね、夏の上りまではないんですけども、まあ、6月勝って、ここに臨んでる2頭にはちょっと感じるところですね。やっぱそうですよね。では第1位は、はい、1位はクイーンズウォークです。うん、はい、切っちゃったよ。川田ジョッキーのクイーンズウォーク。そうですね。川田ジョッキーってありましたけど、これね、川田&中内田厩舎なんですよね。一昨年のアートハウス、それからリアメディアでダノンファンタジーと、過去6年で3過去5年で3勝してるコンビなんですよ。
もうだからいかにこの厩舎とこの、ジョッキー、あのコースはね、中京だったり阪神だったりするんですけども、この時期の牝馬をどういう風に仕上げるかっていうのがもう明らかに分かってるんですよね、これ要はそのクイーンズウォークの場合ね、春ちょっと結果として G1 では結果出なかったんですけども、内容的にねオークス4着とか見てもこの牝馬限定の中で牝馬あの3歳牝馬の中で、その 5本の指に入るぐらいの能力はもう間違いなく備えてる。でそういう馬がなんかさすがっていうかこの中内田厩舎の休み明けの仕上げ加減というかこのレースに対しての仕上げ加減っていうのはもう信用していいんじゃないかと思うんですよね。実際問題その過去5年 で、参照するぐらいの、それだけの牝馬が出てきてるっていうのもすごいですし、過去勝った3頭に比べてじゃあクイーンズウォークどうかって言われたら匹敵するぐらいの能力やっぱあるんじゃないかと思うんですよね。で、ここら辺はその厩舎の方針とかその特徴にもよるんですけども、レガレーラが若干余裕残しかなっていうのに比べたらこっちの方がより仕上がってるんじゃないかなという気はしますね。枠はね、打ちすぎるかなとも思うんですけど、一応ねコース代わりなんで外の方が有利だとは思いますけども、うちも先週ほどは悪くないだろうということで、まさにさっき最初に成瀬さんが内枠と外枠みたいな感じでしたけど、ああいう買い方はなんかすごく枠的にも納得いくようなところですね。というわけでクイーンズウォークを一番手にしました。クイーンズウォークってこれマイルでも勝ってるじゃないですか。はい。でも本質的な距離適性ってどこら辺にあると思いますか？ぴったりなの多分1008ですね。なるほど。ちょっとぴったりなの1008です。そうですね。でも中京の2000って、ワンターンなんで、なるほど。そういう意味ではコース的には悪くないと思いますね。はい。今回全部外したんですけど、ちょっと今。いや、川田中内田に逆らうっていうのはすごいですよ。なんて言いました？川田川田ジョッキーと中内田厩舎に逆らうのはすごいですよ。黄金コンビですからね。SM さん何でしょう、教えてくれなかった。いやいや、同じぐらい、でもルメールと木村哲也厩舎に逆らうのも大概ですよ。ただこのレースやっぱ妙味的に言うとどっちかを評価下げないとダメなんですよね。そうですね。いいもん。再来週笑っているのは私ですから。では千葉さんの解明はこちらです。軸をクイーンズウォークにして一等軸ですね。で1315、2着を1315のパターンと591214のパターンで、3着が1359121415のパターンと1315のパターン、この2パターンってことですね。はい、もうほぼほぼ入ってるんじゃないですか。ほぼほぼです ね。11番のフレミングフープとかのいけんじゃないですか。フレミングフープ本当ですか。入ってない。ああ、そうですね。フレミングフープは抜いてますね。けどほとんど入ってますね。でも皆さん、千葉さんのこの買い目は当たれば大きい。いや、そう、そこそこですね、ですので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、ありがとうございました。では続いていきましょう。続いてのコーナーはそんなローズステークスに関係する話題を教わります。競馬に恋した君を沼に沈める一丁目。こちらは競馬記者の千葉さんから競馬の面白さを教わって競馬の沼に沈んでいこうというコーナーです。今回のテーマがこちらです。じゃん、上がり馬の見極め方ですね。上がり馬っていうのは急激に力をつけて下の階級の条件級からこう格上どんどん勝ち上がってきた馬っていうことだと思いますけれども、G1 の経験がある馬よりも上がり馬に今回は注目するべき。そうですね。ていうか例えばクイーンズウォークとかレガレイラーが強いのなんてはもうみんな知ってるわけでね。でただこう一勝クラスとか未勝利とかを勝ってきた馬の序列みたいなの
をどう考えるかっていうのがローズレースはポイントになるんですよね。で例年ながらね1頭ぐらい2勝クラス勝ってる馬がいるんで、そういう時はまあ無条件で大体買いなんですけど、今年はそういう、まあ、いわゆるこう夏の上がり馬っぽい馬がいなくて、せいぜい1勝クラスを勝ってきてる馬が、まあ、ずらっと揃ってる。でその時に、まあ、どういうふうに、まあ、順番つけるとかどういうふうに考えていくのかみたいなのの、まあ、その客観的な見分け方ですね。どうですか、はい、上がり馬。私は今回上がり馬で言うと相手に4番のチェレスタを入れてたんですけど、まあ、同距離の1勝クラス勝っていて上がり馬の中でチェレスタどうかなって思ったんですけど、まあ、距離適性とあとポジションがなんて言うんでしょう、前目のポジションにつけても競馬流れていってますし、割と後ろ目からつけても流れていってついていってるので、うーん、頭まで来るかどうかわからないんですけど、結構どういう競馬の流れになってもついてはいけるんじゃないかなと思ってチェレスタを相手で入れてみました、うん、そうですね。なんか戦歴的にもあと、まあ、中距離芝2000といえばハービンジャーみたいな、血統的にも、すごく、まあ、合うのは合うんじゃないかなと思いますね、うんうん、あとはだからその、まあ、7、8月に勝って一緒クラス勝った馬のレベルの見極めみたいなところですかね。そうですね。それはどうやって見極めるんですか、はい、ね、うん、いやこれね実はね客観的な話なんですけど、7、8月の一緒クラスってそんなレベル高くないんですよ、ほとんどの場合、うん、だからよほど時計が早いとか、まあ言ったら 5,6 馬身引き離すとかでない限りはちょっと割引で考えるべきなんですよね、うん、だチェレスタとかここであれば、まあ必ずしも、まあ、上り馬っていうのに当てはまるかどうかというで、まあ、春実績ありますけどハワイアンティアレであるとか、あと、まあ、フレミングフープはね時計がかなりいいんで、まあまあそれなりにというところではあるんですが、そこらあたりの、まあ、要は7月8月の1勝クラスより最初に名前上がってるオーロラ X の6月の京都であったり、うん、あとカニキュルの6月の東京であったり、まあこれ平場だったり特別だったりの差はありますけども、純粋にこっちの方がレベル高いことが多いですよね、うん、なるほど、まあ、早い時期の方がレベル高い、その当たり前なんですけど競馬のその、純粋なこうシステムとしてね、うん、ちょっと勝ち上がり戦になるんで、どんどん勝ち抜け戦になるんで、早ければ早いほど、まあ基本的にはレベルが高い、もちろん、まあ時期2歳戦とかの場合にはそれに必ずしも当てはまらないこともありますけども、まあその言ったらねこう秋を見据えるときにこれ6月の1勝クラスって今ちょっと、3歳馬が使ってきたときで、かつ夏使わない場合ってそれこそ最初に言ったように秋を見据えてのまあ一戦になったりすることがまあまああるんですよね。これ、オーロラ X とかカニキルっていうのは明らかに6月1回使って夏休んでるっていうローテーションですよね。で特に何もまあその続戦してもおかしくないのに、そういうことしてないっていうことは、まあ秋にそれなりのところを狙おうっていう場合にはこういう戦績でトライアル出てくるっていうの自体が、ある種もう買った方がいいんじゃないかみたいな。でこれ要はその例えば時計とかレースレベルとか相手関係とかって、まあ、どうしても恣意的なもんなんですよね、うんうん、ただその時期っていうのはもう非常に明らかですから、6月7月より8月より7月7月より6月っていうのは、まあ、早い方が一勝プラスレベルが高くなりがちであるっていうのだけでも覚えておくと非常に、まあ、効果的であると。あとね、割と重要なのは頭数ですね、うん、はい、15頭立て、ね、そう今回まあ15頭立てですけど、まあ、あんまりねキャリア浅い馬って小頭数しか経験しない場合があるんですよね、うん、確かに、うん、これ、小頭数しか経験しないと、まあ、要はレースのごちゃつき加減みたいなの、うん、それ経験キャリアの中で経験してかしてないかでだいぶ違うんで、うん、頭数多いところ勝ってるみたいなのは、まあ、純粋に、レベルある程度
まあ、担保してくれるというか保証してくれるっていうのは、うん、まあこれはおおむね、大体正しいと思いますね、うん、まあさそれでいうとねそのオーロレックスとかカミキルっていうのはあんまりとたくさんの馬で走ってないんでそこら辺がまあ心配材料になる揉まれた時とかね、うん、にはなるんですけどね。でもこれだけ言っててもやっぱりレガレイラとかクイーンズオークには勝てない対抗馬になってしまうんですか。そうですね、まあ、そのもちろんね、牝馬って秋にゴロッと勢力が変わる年と、まあ、大体その春のまま行く年とっていうのがあるんですけどこれあるんですけどって言ったんですけど今そういうの自体が減ったんですよね。昔は本当春まで、と秋までで全くもう勢力図が変わる年っていうのが結構あったんですよ僕がそれこそ若い頃なんかは。で今ねそういうのがすごい減ったんですよね。それはその多分もうその仕上げとかのなんていうんですかねそう馬の牝馬の仕上げ方みたいなののノウハウみたいなのがすごく、まあ解釈したというか、一流厩舎の仕上げ方牝馬の仕上げ方みたいなのは多分変わってきてるんじゃないかとは思うんですよね。だから強い馬がずっと強いみたいな。でなおかつ今あの牝馬の強い馬って言って別に相手が男馬でも牡馬でも関係ないぐらいのレベルの強さの馬がいますよね。去年のリバティアランドだってそうですし、そういうレベルの馬がしょっちゅう出てきてる。まあもちろんこう血統的なものとかいろいろあるんでしょうけども、で実際まあ春でそのちょっとピーク終わったかなみたいな、まあ、もう牝馬の場合出るのは出るんですが本当のこう一戦級の馬っていうのが簡単に終わらなくなってるっていうのはもうこれ僕が競馬始めた知ってるっていうか、まあ、90年代からですけど、90年代から2000年ぐらいの競馬、そうもうちょっとあったかな、90年代から2005年ぐらいまでの競馬とそれ以降っていうのはそういう牝馬のその成長具合というか成長度合いというか成長曲線みたいなのも随分変わってるん で、うん、でここら辺はね本当ねまあ僕らみたいに、まあ、いい年してるとねどうしてもこう古い若い頃の要はそういう常識みたいなのにとらわれがちなんですけど、そこはねもうどんどんアップデートしていかないといけないですし、まあ、で実際若い人で馬券取る人っていうのはそういうのに、まあ、ものすごく敏感ですし、よく分かってますよね。なるほど、まあ、ということですのでこのローズステークス上がり馬を見るかそれとも実績がある馬を見るかぜひ皆さんもよく考えてチャレンジしていただければというふうに思います。さあということであっという間にエンディングの時間となりましたが成瀬さんいかがでしたか。はい、ちょっとこの上がり馬の千葉さんの説明があまりにもロジカルすぎて、うん、相手付け足しました。あプラス12って書いてある12番のザブライド、あ12番ザ、そうだザブライド、はい、はい、同じ未勝利クラスをの勝ち上がりなんですけど5月なのでちょっとこれ相手に来たらオッズ的にも美味しいかなっていう気持ちもありつつ、これ調教ものすごい動いててこれもちょっと評判になってた馬ですね、はい、攻め動いてたんで、うん、で16頭立てで一応1回揉まれてるので、うん、確かにっていう意味で12番をちょっと付け足して10点ですねこれごめんなさい、はい、で行ってみたいと思います、はい、本日はそんな感じでした、うん、ありがとうございました。成瀬さんお知らせは何かありますか。はい、競馬ラボにて、成瀬ことの、天栄取材の第2弾が、9月中に公開になりますので、今回その時の天栄取材でレガレイラのことも聞いてきたので、うんうん、秋の G1 戦線のいろんな有力馬のことを聞いてきたのでぜひご覧ください。そして今回千葉さんが予想しましたローズステークスのレース展開や買い前など詳しい情報についてはロガールブログでも公開をいたします。ぜひそちらもチェックしてみてください。そして美味しい競馬を見られるロガール YouTube チャンネルの登録もぜひよろしくお願いいたします。お二人とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。来週は神戸新聞杯予想いたします。それでは皆さん今日もご覧いただきましてありがとうございました。良い週末を、さようなら。